やっと1年を待って開催できたので良かったですずっと待ってたんでみんなに会うの楽しみですね、はい、石狩市では今日新型コロナの影響で2度の延期となっていた成人式がおよそ1年遅れて開催されました式では検温や消毒のほか全体での記念撮影を行わないなど対策が徹底されました今回の対象となる新成人は540人で 成人式では、加藤達之、石狩市長や中学校の恩師の先生方が新成人の門出を祝いました。明日は今年の成人式が行われます。